気象情報、平井さんです。こんばんは。明日から大型連休という方も多いと思うんですが、はい、雨はどうでしょう、降り続くんでしょうか。雨はですね、明日は天気が急に変わって、ざーっと雷が鳴ったりした強い雨のところがあるんですね、はい、まずこちらの様子から見ていきましょう、はい、今の様子は仙台です。仙台は雨降ってます。降ってるんですね。大雨警報の出てるところが宮城県ではあるんですね、で今朝東京あたりで激しい雨をもたらした雨雲が今仙台付近に達している状況です。この雨雲の動き大変遅いんです、はい、ですから東北の太平洋側など北日本の太平洋側では明日にかけて大雨となりそうです。土砂災害に警戒してください、はい、一方次の雨雲が早くも西から近づいているんです。これは鹿児島の今の様子です。20分ほど前から雷を伴った雨が降り始めています。この雨雲はですね、短い時間に強く降るタイプの雨雲でして、落雷、突風、氷などをもたらすと予想されています。なるほど。ですから今雨の降っていない東日本、西日本、これからこの雨雲がやってくるわけですね。ですから急に天気が変わりそうです、はあ、それでは天気図を見ていきましょう。動かしますと、その雷をもたらすのがこの寒冷前線なんですね、はい、この寒冷前線今ちょうど九州あたりにありました、はい、この寒冷前線が鹿児島に今雷をもたらしているんですけども、明日にかけて東へ移って今東北地方あたりで降っている雨と一緒になるんですね。雷を伴ったりあるいは突風や氷が降ったりと、はい、激しいこの突風が吹いたりする恐れがあります、はい、それでは明日の朝にかけての天気の移り変わりましょう。朝です。今西日本で降っている雨は止んできそうです、はい、その雨の範囲がどこにやってくるかというと、このように北陸東海あたりまでやってきそうです。昼です。昼は関東から北海道で雨となるでしょう。夜です。夜になると前線が取り過ぎて晴れてくるところが多くなりそうです。さあ最後に連休中の天気、はい、一言言えば清々しいよ。そうですね。じゃあどれぐらい清々しいのかということですけども、これ予想最高気温です。連休期間中、はい、赤いのは20度以上ってことですか、はい、そうです。東日本西日本20度を超えて、沖縄では25度以上、夏日の日もありますね、はい、北日本はこのように15度を下回るところがありますから、はい、上着が欲しいぐらい。そうですね。1日以降は晴れるところが多くなりそうですね。そうですね。以上です。